死亡した女性の身元は旭川市の石狩川で流された女性。警察が情報提供を呼びかけています。5月31日、北海道旭川市の石狩川で救助され、その後、死亡した女性について、警察は似顔絵などを公開し、身元の特定につながる情報の提供を呼びかけています。女性は5月31日午後6時ごろ、朝川市七条西七丁目の石狩川で流されているのが見つかりました。 消防により救助されましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。身元は分かっておらず、警察は、事件、事故などの可能性もあるとみて、似顔絵や写真を公開し、情報の提供を呼びかけています。女性の年齢は、60から80歳くらい。身長は160センチくらい。体格は中肉。髪は白髪混じりで、ショートカット。右の首に、小豆大のイボがあります。 また服装は紺色のフード付きのジャンパー黒色の半袖シャツ黒色のジーンズ靴は灰色のスニーカーでサイズは23.5センチでした警察はどんな些細な情報でも良いので気づいた点があれば知らせてほしいと呼びかけています連絡は旭川中央警察署までお願いします